皆さんおはようございます、大です。ここはですね JR 山形駅なんですが、今回は早朝に1本しかない山形新幹線完結の翼171号に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。翼171号は山形発新庄行きという山形新幹線完結の列車で、新庄への送り込みを兼ねた運用なんですよね。また通常の翼号には普通車指定席が設定されているんですが、翼171号には設定されておらず、普通車はすべて自由席となっています。今回はそんな山形新幹線完結の翼号に乗っていきます。ということで、山形駅の在来線改札口にやってまいりました。この山形駅で新幹線に乗車する際は、上野駅や大宮駅と同じで、ここの在来線改札、そして新幹線乗り換え改札と2箇所の改札を通らないといけないんですね。で、今回使う切符はですね、こちらの三厩から熱海までの JR 東日本株主優待4割引き乗車券と翼171号グリーン車指定席券ですね。で、こちら乗車券が120ミリ券のため自動改札を通ることができないので、有人改札にこちらの切符を見せて、まずは在来線改札入場していきましょう。すみません、おはようございます。この切符で入りたいんですけど。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、続けて新幹線乗り換え改札にやってまいりました。在来線改札入場時は乗車券だけだったんですが、ここでは新幹線の特急券もね、窓口に見せて入っていきます。おはようございます。入居員もらっていいですか。はい、両方に片方で大丈夫です。はい、すみません、ありがとうございます。さて、山形駅の山形新幹線ホーム1、2番線にやってまいりました。ちょうど2番線には6時25分発の翼122号東京行きが入線してきましたね。で、今回乗車する翼171号っていうのはこの山形駅を7時1分に発車します。で、この翼122号が発車した後、6時39分頃に回送列車として入線してくるんですよね。なので列車来るまで少し待ちましょう。翼122号東京行き発車していきましたね。ということで、2番線には7時1分発山形新幹線完結の翼171号新庄行きがやってきましたね。こちら JR 東日本の E3系2000番台です。それでは11号車グリーン車乗車口より翼171号乗車していきましょう。乗車する際ね、足元の段差に気をつけましょう。グリーン車の車内はこんな感じですね。で、今回座る座席は1番 B 席ということで、1番 D 席は一番後ろのここですね。せっかくね、 E3 系2000番台のグリーン車に乗車したということで、座席紹介の方をしていきましょう。まずリクライニングですね。リクライニングは肘掛けの黒いボタンを押して止まるまで倒します。新幹線のグリーン席ということで、まあそれなりに倒れますね。黒いボタンもう1回押せば勝手に戻ります。またリクライニングの下にはですね、フットレストのやつもあるんですが、これ電動になってるんですね。これで上げる、こっちで下げるです。じゃあ実際にちょっと動かしてみましょう。すごいゆっくり上がるんですね。下げてみましょう。あ、下がるときはすぐに下がるんですね。これは面白いですね。続いて肘掛けです。肘掛けには外側がドリンクテーブル、真ん中がコンセントになっています。反対の座席も同じです。
また枕もねついています。このようにちょっと動かしづらいんですが、自分の頭の位置にね調整することはできます。次に背面テーブルです。背面テーブルはこんな感じですね。この翼171号には専用のお得な切符があるんですね。それがこちらの翼モーニング特急券っていうものなんですが、これすごいのが山形から新庄まで翼171号の自由席に乗車するに限り520円で利用できるんですね。通常だったら1180円かかる山形新庄間の自由席なんですが、翼171号に限ってはその半額以下520円で利用することができます。これはすごいお得ですよね。この切符がある関係で今回私はグリーン車にしました。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は山形新幹線翼新庄行きです。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう駅をご利用ください。現在翼171号が走行している大宇本線っていうのは1435ミリの標準機で、隣を走る仙山線っていうのは1067ミリの狭機になっています。で、仙山線っていうのは宇仙千歳から仙台を結ぶ路線なんですが、宇仙千歳山形間は大宇本線に直通しています。ただ狭機の車両では標準機を走ることができないということで、標準機と狭機単線並列の状態で線路が敷かれています。ということで列車はなんとも美味しそうなさくらんぼ東根駅にやってまいりました。この駅ではですね、普通列車の山形行きと行き違いを行います。さて、列車は山形を出てから29分、大石田までやってまいりました。この駅では現在大石田駅に停車中の翼128号東京行きと行き違いを行います。ということで山形を出てから45分、列車は終点新庄までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、折り返し9時16分発翼136号東京行きとして運転します。
早朝に1本だけ運行されている山形新幹線完結の翼171号に乗ってきた動画はいかがだったでしょうか。山形7時1分発とちょっと早いので乗りづらい列車かもしれませんが、翼モーニング特急券というね、素晴らしいお得な切符がありますので、皆さんもね、ぜひ山形新幹線完結の翼171号乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。